当時って通訳ってアメリカから随行してきてたんですか、うん、アメリカ人で日本語が分かる人と とかあとオランダ語ができるアメリカ人とかいっぱいいろいろ連れてきてんだよ。日本人はオランダ語ができるやつがいるらしいっていうのは分かってるから。ああじゃあもう通訳の通訳、うん、通訳の通訳。あとはジョン万次郎的な人もいるわけだよ。日本人で、うん、日本人で、うん、あもう何人かじゃあ、うん、逆に日本側ももう総動員してるんだよ。あそうなんですか、うん、英語が英語できるやついねえ、どっかの犯人いねえかっつって、でまたいるんだよちょこちょこ。すごいですね、うん、この時代はさやっぱ各藩がちゃんとしっかりしてるんだよね。各藩に優秀な人材がいるんだよね。だあれ固めてりゃっていうのはすごいあるよね。このペリーが最初に来た時もさ、仙台藩の学者で、大月家っているんだよ、有名な。西の雷家、東の大月家って言われるぐらい。大玄界書いた大月文彦はそこの家の出なんだけど、その大月、なんとかっていうのが、ペリー艦隊について、もう詳細なレポート作って、藩主に報告してるんだけど、ものすごい正確なんだよ、それとか見ると。で、もう薩摩は薩摩で、また十分な情報を集めてるし。で、ちなみにほら、下田に、ペリーの艦隊停泊してるときに、吉田松陰が、ポーハ炭鉱のとこに行って、お頼み申すが出たわけじゃん。連れてって連れてってくれて、で無理って言われて、うん、投獄されちゃったじゃん、うんうん、各藩にいるんだよやっぱ。すごいですね、うん、ちゃんとそういう人が、うん、だからそれを一箇所であれして盗撮できてればもうちょっといろんな対応はできたかもしれないっていうのはあるけどね、うんうん、でも思った以上にちゃんとしてるんだよ、うん、幕府ですら持ち帰って検討の幕府ですら、多分俺たちが思ってる以上にちゃんとしてたと思うよ。そうですね、うん、それはこの敵さんのあれから伺えるんだよ。ちょっと甘く見てたぞと、日本を甘く見てたぞかも、このハイネのあれもそうだ、あとこのペリーのこの日本遠征記もあるんだけど、ちょっと手強いぞっていうのはあるんですよ。だから思った以上に日本は世界のことも分かってたし、どうすればどういうことになるかも思った以上に分かってた。で、それに対処する人材も思ってた以上に豊富だったっていうのは言えると思うけどね。うん